失礼します。よろしくお願いします。それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、それでは私から3件であります。1件目、本日代表質問が終わりました。各会派からの議論、私どもも しっかりと対応させていただきました。来週月曜日からは一般質問であります。引き続き議員の皆様方と真摯な議論を深めてまいりたいと考えております。2つ目でありますが、今も猛烈に雪が降っておりますけれども、今日から明日にかけての暴風雪、大雪等についての情報提供であります。この冬はすでに積雪が観測史上1位を記録をしている幌加内町もありますほか、先般私も日高の方を視察に参りましたけれども、農業施設等の産業被害をはじめ除雪中の事故なども多発をしている状況にあります。でこうした中、急速に発達した低気圧の影響で今日から明日2日にかけて北海道は数年に一度の大荒れの天候となると。で気象台からの発表によりますと、人命に関わるような暴風雪や大雪になる恐れがあるという発表がなされているところで、ありまして、吹雪による交通障害や停電、大雪や高波による施設等への被害の発生などが懸念されるところでありまして、十分な警戒が必要だと認識をいたします。私の記憶の中にも2013年の3月のまさに初め頃でありました、湧別でのお嬢ちゃんをそのかばうように亡くなられたお父さんのこと、吹雪の中で、それから中標津でもご家族4人の方々でしたか、車の中でホワイトアウトの中で残念ながら亡くなられたなど、本当に厳しい結果があった、2013年の3月のことをよく覚えているところでございます。そんなこともございまして、道民の皆様方には最新の気象情報に注意をしていただき、お忙しいと思うんですが、できる限り不要不急の外出は控えていただき、特に危険性のある場所や海岸には近づかないことなど、ご自身の安全に十分に留意をしていただきたいと、このように思う次第であります。道庁といたしましては、昨日、2月28日気象台開発局など関係機関の方々 と構成をする雪害対策の連絡会議を開催をいたしまして、対応連携などについて打ち合わせをいたしますと同時に、市町村等に対しても情報の提供を行っているところであります。本日5時半今ちょうどやってますかね、災害対策連絡本部を本庁に設置をいたしました。これからも24時間体制で市町村関係機関との連携も密にしながら、対応に万全を期してまいる考えであります。どうか報道機関の皆様方におかれても、すでに各種の注意喚起を行っていただいておりますが、引き続き道民の皆様方へのおきめ細やかな対応をお願いを申し上げます。もうすでにこれはもう繰り返しませんが、今3時の私どもの取りまとめでも、すでにさまざまなライフライン交通等への影響が出ているのはご承知の通りであります。3つ目でありますが、平昌オリンピック閉幕という段階について一言であります。25日まで開催された平昌のオリンピック閉会いたしました。ドサンコ選手が大変に活躍をしてくれたのは、道知事として嬉しくありがたく感じているところでございます。全体を振り返りますと、長野オリンピック以来実に20年ぶりのドサンコ金メダリスト2種目3名の方々はじめ、9名のドサンコメダリストが誕生したところで、ございます。
オールジャパンで史上最多13個のメダルで、そのうち6個がドサンコ選手というのは嬉しい限りであります。ウィンタースポーツ王国北海道を国内外に強く印象づけることができて、たというふうに考えているところでございます。そしていよいよ3月9日からはパラリンピックが開催されます。7名のドサンコ選手が出場される予定となっているところでありまして、皆さん方と一緒に応援をしてまいりたいと考えているところでございます。昨日だったかな、道議会の自民党会派の方々からメダリスト、ドサンコメダリストに対するその道民の気持ちをしっかり表すようにというお申し入れもいただきました。栄誉賞を9名のメダリストの方々にオリンピックについては差し上げたいと思っておりますし、また3月のパラリンピックの参加選手の方々に対しても心から期待をしたいと、このように思っているところでございます。そして併せてですね、パラリンピックが終わってからの最終的な判断でありますが、私どもとしては実はもうこれオリパラが始まる前から橋本聖子参議院議員、あの方はアスリート、ドサンコアスリート中のアスリートの方でありますが、ともお話をしておりました。また北海道体育協会の堀会長ともお話をし、さらには私から秋元札幌市長にもお話をしておりますが、我々も冬季のオリンピックパラリンピックの誘致をしようとしている立場から、今回のピョンチャンのメダリストを中心とした出場選手の方々、ドサンコアスリートの方々のこのなんていうか出場者の活躍を称える会、チャレンジを称える会、名称は括弧仮称ですね、そういうのをぜひ開きたいなということを橋本聖子先生ともお話をして、おりました。そう言っても半年経っちゃうとちょっと気も抜けちゃうと思うんで、パラリンピックが終わったらその成績なんかも踏まえてできる限り早く関係者の意見、日程調整なんかもしてですね、当然全員参加なんて無理だと思うんで、最大公約数の方々がご参加いただける日に、そういうこともやりたいなというふうに今考えているところであります。私から以上3点であります。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。それではご質問のございます方は挙手でお願いいたします。北海道新聞の中村と申します。中村さん、はい、JR 北海道の路線見直し問題なんですけど、はい、道議会の特別委員会が26日に島田社長を招致しました。で昨日今日の代表質問でも話題に上がってましたけれども、委員会での特別委員会での議論について知事はどのようにご覧になったのか、その受け止めを教えてください。委員会の審議の受け止め、大変に時間も超過をしてですね、質疑をしていただき、この問題の一歩一歩前に進むことをにご貢献をいただいたことを心から感謝を申し上げております。他にご質問ございますでしょうか。北海道新聞の五十嵐と言います。五十嵐さん、はい、なります。旧優生保護法のことなんですが、障害者への不妊手術が強制されていた問題で、1972年の道議会では、当時の道垣内知事が不幸な子供を産まないための施策こと寛容だなどと答弁していました。で行政のトップがですね、率先して取り組んでいたことがうかがえる内容なんですけれども、過去のことではありますが、知事の受け止めを伺いたいと思います。これは道議会でも昨日今日の代表質問でもいくつかの会派からご質問があってお答えをした通りであります。昭和23年に国会で議決をされた法律、それに基づくこの優生保護法の施行ということについて、国の意向を受けて我々広域自治体が取り組んできたという、そういう時代の流れがある
というのはそれはそれで事実だと思うわけでありますが、平成の8年に至って法改正が行われるまでの間ですね、特に私は本人の同意のない中で行われてきた不妊手術というのは障害のある方々への差別にもつながるものであり、今日的な21世紀的な価値観とは相入れないものと認識をするものであります。道内で2000人を超える方々に手術が行われたことに対し、ご本人やご家族が大変つらい思いをされてきたことを重く受け止め、真摯に向き合っていく考えであります。そしてこれは前回の記者会見かなんかの時に申し上げたと思うんですが、今あるその情報についてはご提供を申し上げておりますが、さらに道内の保健所、これは保健所設置士の保健所のご協力もいただく形で、そういったところにある資料等についても今収集をいたしておりますので、その結果というのをもう3月になったか今月中にもまとめてですね、一元的に管理をし対応してまいりたいと、こんなことを今道議会の審議と並行はしておりますが、担当部局に指示をいたしているところであります。他にご質問ございますでしょうか。北海道新聞の袖山と申します。袖山さん、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。日本ハムのボールパークの件なんですけれども、はいはいはい、先日北広島市が道に来まして、今日ですね、札幌市が、来て道にこう要望しまして、明日日本ハムも、知事とお会いになるかと思うのですが、一応日本ハムは3月中に建設地を方向性決めたいということですが、その要望をまずは2つの市ですね、市から受けての受け止めと、今言えるもので全然構わないんですけれども、どんなことの支援が可能であるかどうかを、聞かせていただければと思います。上野市長が来られたのが昨日27日に来られましたね。これはフルオープンだったんで皆さんにもご取材いただいたと思うんですが、そして今日ですか、副知事から報告を受けましたが、札幌市の副市長さんのうちのお一人の方がうちの副知事のところに来て要請をしてかれたと、その要請文も拝見をしております。で、2市からそれぞれ要請は受けました。明日は武田社長が来られて、日本ハムファイターズとしての道への、要請、ちょっとどういう中身かは明日お会いしてみないと分からない、これはもうフルオープンですので、ぜひ明日もご取材いただければと思うんですけれども、そういう中で私どもとして、できることがどういうことなのかということを考え方の整理をしていきたいと、こんなふうに思っております。で、最終的にはご判断されるのはファイターズさんご自身でありますので、ファイターズさんが選択を判断をされる際により良いものが選択していただけるような、そういう環境整備に資するような、私どもとしての支援のメニューがどういうところまでできるかどうか、ちょっと明日要請を受けないと今の段階では何とも申し上げることはできません。ただ上野市長と会った時も言ったんですけど、 BB はもう球場を卒業して、その道内全体の地域おこしに応援するということを明言をしてくれるぐらい、やっぱり北海道日本ハムファイターズという球団は2004年の北海道への移転以来、道民球団として大変に我々道民に親しみを持つ存在として活動していただいておりますので、やっぱり日ハムさんが気持ちよくこの北海道内でを本拠地としてプレーをしていただけるような、そんな環境整備を札幌市さん、そして北広島市さんと連携をしながら作っていければと、こんなふうに思っております。他にご質問ございますでしょうか。共同通信の井野
共同通信の井上と申します。はい、1問目はですね、高橋知事 の在籍あ在任期間中ではないんですが、はい、北海道として平成8年度、1996年度までですかね、1996年、はい、不妊手術 の目標や予定人数を事業方針で掲げ続けていました。で、あ、はい、道内で最後に手術が確保、優生保護法の話ね、はい、です、はい、はいはい。で、その、手術が最後に道内で確認された平成元年のその後の、ことでですね、はい、このことについて受け止めを、お願いします。あ、先ほどと全く同じことを申し上げてよろしいでしょうか。当時の状況においては法律が国会で議決をされたものがあり、それを踏まえて、国の意を受けて広域自治体としての我々道が事業を実施をしていたという現実があるにしてもですね、特に本人の同意のない中で行われてきた不妊手術というのは障害のある方々への差別につながるものであり、今日の価値観とは相入れないものと私は認識をいたします。よろしいでしょうか。はい、すいません、あともう一点、はい、宮城県ではですね、はい、優生手術台帳に名前が記載されていない場合でも、はい、本人の申し出、本人と関係者の申し出があれば、その、まあ、条件付きで認める方針を、示していらっしゃいます。はい、で、道内でもですね、同様のケースが起きた場合、まあ、本人の申し出、まあ、関係者の申し出があった場合、どのように対応されるか、今のお考えを、お聞かせ、願いますでしょうか。わかりました。宮城県の状況は私も事務的に報告を受けて、おります。そして道内でもですね、報道以上のことは私も承知をしておりませんが、訴訟ということを検討をしようかという方がおられるというようなことも報道を通じて伺いをしているところであります。で、まあ、手術が行われたかどうかということの事実の確認の部分のご質問と理解をするところでありますけれども、手術台帳に名前お名前があるかどうかっていうのは、これはもう保存期間は終わっておりますんでね、たまたまあるかどうかというそういうことになってしまいますんで、ない場合にどうするかということについて宮城県で事案があったわけでありまして、まあ、当初は宮城県知事さんが4条件ということをある70代の宮城県の女性の方についておっしゃられたようでありますが、この その後 の知事さんの記者会見で、この4条件というのはこの当該70代の女性の場合のみの基準であって、どなたにもこの条件で判断するものではないというふうに明言をしておられるようであります。で、私どもの場合にもですね、繰り返しになりますが、資料がすべて残っているわけではない中で、やはりここは提訴をということを思われる方がおられればですね、そういったご相談があれば、個々の方でね、状況違うと思うんですよ。だからそうやって相談にいらっしゃるその相談者のお気持ちに私どもとして寄り添いながら丁寧に対応して判断をしていきたいと、こんなふうに思っております。で、そのためにも先ほどのこれも繰り返しですが、3月いっぱいにその保健所なんかにもあるような情報も取り寄せて、しっかり一元的に情報提供なりご相談をしていく、そういう体制に持っていきたいと、こんなふうに思っております。他にご質問ございますでしょうか。HBC の杉田です。はい、先ほど発表にありましたメダリストを称える会、まあ、チャレンジを称える会というか、かっこ箇所箇所箇所、はい、どんなふうにイメージされるんですか。パレードなのか、例えば駒友が優勝した時のような赤レンガの前でこう披露するような、どんなの今イメージといいますか、どんなのが想定といいますか。そうですね、はい、とりあえず新年恒例会の時に橋本先生とかね、その場には堀井太教の会長さんもおられたんですが、と話した時のイメージはなんか宴会場みたいなところで、まあ、明日の夜かな、日ハムのありますよね、
盛り上げ会があんなようなイメージで屋内でやるのかなというふうな思いを私自身はなんとなく個人的に持っておりましたが、今せっかくですね素晴らしいご提案もあったんでちょっと考えます。より多くの道民の方々にこの喜びを分かち合っていただくことが重要だと思うんで、でもパレードっていうとお金かかるかな、局長、後から相談します。これから考えます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。UHB の鎌田と申します。はい、はい、どうぞ。優生保護法に関してなんですけども、はい、まだその、実態解明進んでないっていうところで、はいはい、ちょっと時期そうしようかなと思うんですが、例えばですね、はい、そういった個人の方々、もしくはご家族の方々に今後例えば道として、はい、そういった保障とかっていうのをお考えになっていくのかどうかってところはいかがでしょうか。道としての保障ですか。そこまではまだ考えは及んでおりません。今提訴をしようとしておられる方々もこれは法律に基づく措置でありますので、あくまで訴える相手は国というふうに言っておられますし、また国会議員の方々の間で与党中心にかな、超党派で救済をする制度設計という議論も出てきておりますので、そういう動きをしっかりと見極めていきたいと、こんなふうに思っております。他にご質問ございますでしょうか。STB の小林と申します。はい、前回駅の、コメントいただきましてありがとうございます。駅ですか。またいや今日はですねちょっと2点ほどなんですけれども、実は非常に言いにくいんですけれども、その飲酒運転の件だったんですけれども、12月5日の会見でですね、罰則化検討ということで、知事もお話しされたかと思うんですけれども、今回の議会ではまだ議案として上がってないかと思うんですが、今後の進捗状況と か、どういうイメージを持っていらっしゃるかっていうのを教えていただきたいと思います。わかりました。今回のですね2月何日でしたか、先週ぐらい、2月22日23時ごろと報告を受けておりますが、釧路総合振興局の職員が酒気帯び運転、ということで、逮捕されたという事案はですね大変に遺憾であります。私ども同職員が まさに道民の方々をに率先して飲酒運転撲滅ということをやっていかなければならない、その我々の仲間の中でですねこういう事案が起こったということは本当に遺憾であり、道民の皆様方に対して心からお詫びを申し上げたいと、このことは改めて申し上げたいと思う次第であります。でご質問のですね条例の罰則、このことについて去年ですかの記者会見で言及したことは私も記憶にありますが、ただ現状条例で罰則を持っておりますのはその時は申し上げたかもしれませんけれども福岡県のみでありまして、それもですね内容ぜひこれ福岡県のホームページに出てると思うんでご覧いただければと思うんですが、飲酒運転の検挙者が事後的にその飲酒運転に関する指導を受けて受けなければならないということと、5年以内に一度その検挙を受けたのにもかかわらず再度5年以内に検挙された場合に何か罰則がつくということと、あとは同じように飲酒運転で検挙された人が来店した飲食店に対し1年以内に再度来店者が検挙された場合に当該飲食店に対して、店名の公表等 のそれから過料ですね5万円以下のというようなのが国内 の飲酒運転の撲滅の条例における罰則のすべてであります。で今ご説明してご理解いただいたと思うんですけれども、今回の事案には
全然こうマッチしないものでありまして、むしろ私はですね、今回の釧路局の事案については、あの別のことを考えているところであります。すなわち私ども同職員は道民の方々に率先してこの飲酒運転撲滅ということを行おうという決意の中で、飲酒運転根絶誓約書というものをそれぞれが出しているところであります。でその中の抜粋でありますが、飲酒の場には車で行かない、行かせませんというのがあります。で、にもかかわらずこの当該職員は、研修の仲間内の、すなわち同職員ばかりの、研修会の後の懇親会に車で行ったという事案であります。で、御社の記者さんが、私がソラチの方に参りましたときに、もうご質問されたときに申し上げたんで、その時の、あの会見録かなんかチェックしていただければと思うんですけれども、このそもそも車で行ってはならない、あの飲酒を伴う懇親会に何で行ったかなど経緯をしっかり調べますということを申し上げた記憶がございます。で、釧路の振興局長とも話をいたしましたが、この彼の場合のこの自分の自家用車での懇親会への参加というのは、この飲酒の場には車で行かない、行かせませんというのに、実は例外条項となってやむを得ず車で行ったときは、そのやむを得ずというのは多分上司とか周りの客観的な誰が見てもそうだなということで判断するものだと資料するんでありますが、釧路の振興局長は今回の事案はこのやむを得ずには当たらないと明確に言っておりました。その意味ではですね、根絶誓約書にで提出した中身を本人およびこの車で行ったことを知っていたのが11名だそうでありますが、この懇親会に参加した中で、全員がこの誓約書違反を行っていたということに他ならないわけでありまして、私はこういうことを踏まえてですね、今回の事案に対して厳しい処分をまずはしなければならない、このように思っているところであります。で加えてですね、もう今2月3月になりました。いわゆる忘年会新年会のシーズンも終わった直後で、ありますので、先ほど人事の方にも指示をいたしましたが、忘年会シーズン、12月ぐらいから、1月いっぱいぐらいの間、全庁すなわち各振興局および本庁の職員に対して、こういう飲酒の場に車で行ったという職員がいたかどうかということについて、これは記録があるものではないんで、分かる範囲内でという調査にならざるを得ないという調査の制約はありますが、これはぜひやらせたいというふうに思います。そしてそこで、いや実はっていうのがあった場合に、数にもよりますけどもね、しっかりとした対処ということを改めて考えていかなければならない。まさにそうだとすれば、この飲酒運転根絶誓約書が形骸化していたということでありますので、これはより重い我々として受け止めをしなければならないことになる。まずその前に調査をしたいと、こんなふうに思っております。ありがとうございます。私が言うべきことではないんですが、知事が一生懸命やられているときにこういうことが起こるっていうのはやっぱりとても悲しいことだと思うんで、この放送多分庁舎で流れてると思いますんで、多分今後流れる予定だと思いますんで、ぜひともなんか皆さんで頑張っていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。それとちょっと話変わるんですけど、これは私個人のちょっと、記者としての立場ですけど、先ほどの栄誉賞の話なんですけど、とってもいいなと僕は思うんですが、外でやるとやっぱりこの時期ちょっと寒いかなっていうのがあって、でも外でやった方がたくさんの方が来られるのかなっていうイメージも多分あるのかなと思うんで、なんかその辺をご検討いただけると、こううまい時期とうまい場所をご検討いただけるといいかなと思います。そう言ってます、はい。パラリンピックが終わるとね、もうすぐ4月じゃないですか。そうすると雪解けもちょっと進んでるかも
ね、知れませんね。まあ、あの日ハム の、 あの優勝パレードの時もものすごく寒いですもんね、11月。あのちょっといろいろ考えさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。なければ以上で本日の定例記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。